ギルドメンバーの諸君、こんばんは。ギルドマスターの三宅まりえです。本日はですね、ご隠居がギルドに遊びに来られております。ギルメンの皆さん、我々の団結力をご隠居にアピールする絶好のチャンスです。ここ台本ね、一線を退いたご隠居に現役バリバリのフレッシュなパワーを見せつけてやろうじゃありませんかいや、ご隠居きっと現役だよね、きっと。はい、あの元気なご隠居のゲームパワーを、見つつ、それを見て、ねじ伏せていきたいと思います。では、いつもより気合い入れていくぞ。公式だよ、いくぞ。キャムハキハキ元気よく、はい、喜んで。三宅まりえのゲーマーズギルド、イエイ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 。はい、ということで皆さん、こんばんは。この番組はゲーム大好き、ゲーム愛は誰にも負けない三宅まりえが、皆さんと一緒にゲーム愛のあふれるギルドを運営し、拡大を目指していく、ゲーマーのゲーマーによるゲーマーのためのゲームバラエティ番組です。番組の前半は YouTube とニコニコ公式生放送で、どなたでもご覧いただける無料放送、そして番組後半はゲーマーズギルドの会員限定放送となります。ちょっといつもとちょっと違いますので、後半ね、ご注意ください。番組の感想をつぶやく際にはハッシュタグマリエジジをつけてください。私やギルドスタッフが覗きに行っちゃいます。ということで、もう早速ね、お呼びしたいと思うんですけれども、いや、今回三宅まりえのゲーマーズギルド的にはついに初めてのゲストの方になりますが、早速ご紹介いたします。ご隠居の吉村遥さんです。イエイイエイ。皆の者、はじめましてご隠居の吉村遥じゃ、合ってるキャラ設定。いや、どういうキャラにしたいのはい、ということで、はい、ルルキャン、こんにちは、はじめまして、吉村遥です。とはいえ、このチャンネル、マリージージーチャンネル的にはね、はい、マル時間からの久しぶりの登場でも、去年マル時間ちょっと一回やりましたからね、はい、それぶりとも言えなくもないっていう形なんですけれども、うんうんうん、まあ、いつぶり、最近いつ会ったみたいな、台本には書いてるけ ど、ね、でも先週会ったし、先週会って結構ね、ちょくちょく会ってるのね。週末とかも LINE で、ね、ライブの感想を撮って一緒に、3日に1度ぐらいは連絡を取り合ってるから ね、連絡を取ってますね。結構6年ぐらいよね。そう、ずっと6年ぐらい、2014ぐらい、もっとかじゃ。いや、ずっと撮ってるけど、まあ、もう 4,5 年はずーっと、4,5年はずーっと、ね、親よ、私は親よりは連絡取り合ってるよ、うん、私もそんな感じなんですけれども、まあ、マリエ GG のご隠居のお姿込みでの出演は初ということで、はいはい、お正月とか去年かな、去年はボイスお便りレターみたいな感じでお誕生日とかね、いただいたりはしたんですけれどもね、帰れまなんとか的なねさ、今年もね、ハラちゃんとね、マリエがまだ帰ってないらしい。あ、今年もお正月ねそうそうそう次の日とかもね今起きたとかなんか帰ってきて明け方に LINE を返すと2人とも震え上がって、そうそうそう、起きてこんな時間までやってたってことなんだよね、そうそうそうマリエって来てたよね2人とも助けに行くこともできず、すいませんでした見守ることしかできないって、ご隠居なんだけど見守ることしかできませんでしたはい、ということなんですけど、まあ、見守りはしてくれてた、はい、ご隠居がついにお姿を、はい、表してくださってありがとうございます、ということではあるんですけれども、実はね、昨日、2月14日はなんとバレンタインデーと吉村さんのお誕生日だったっていうことですね、そこでね、番組からお誕生日プレゼントを贈りたいっていうことなんですよ。やっぱご隠居ですから、ご隠居あってのマリージージーということでね、なんと初ゲストなのに、そんなありがとうございます、はい、じゃあ早速こちらの企画に参りたいと思います、本物の友達だけにプレゼント、ルルキャン見極めバースデー、イエイ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 、はい、なんか軽快な音楽がお祝いだから、ギルドとしましては、お誕生日の吉村さんにプレゼントをあげたい気持ちは山々なのですが、ただあげるのは吉村さんのためにならないと判断させていただきました。そこで我が
ギルドの姫と吉村さんの関係が未だ健在なのであればプレゼントを差し上げることとさせていただきました。はい、なんと言われました。我がギルドから吉村さんになりすましたニセルルキャンたちが欲しいものを書いたメールを送ってきております。はい、いやめっちゃ来ました、ありがとうございます。ありがとうございます。その中に一つだけ本物のルルキャンが欲しいものを書いたメールが混ざってます、うん、これルルキャンが実際に書いたってこと？そうなんです。あのギルメンたちからのね、うん、この偽ルルキャンメールを読んで、うん、ちょうどいい感じで、あの私も普段の感じを隠しつつはいはい、はい書いたんですけど、これ私とマリーっていうのね友情が試されるっていうより多分ギルメンたちが一番試されたと思うんですよ、最初にこの番組がのメール募集を見た時にえ何これってなって、はいはいはい、多分一番試されてるのはギルメンの皆さん本当にこれ初ゲストにそうして送ってこいっていう、そう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 、ほら頭抱えながらメール送ったって言ってなんかねプレゼントってどういうことどういう風にもらえるのかっていうのがね、そうなのよ、ちょっともしかしたら間違えてる方もいるかもしれないんですけども、はい、まあその中から私が見事本物のルルキャンメールを見極められたならプレゼントをルルキャンに差し上げます。そして、吉村さんからヒントとなるサイン、目配せ、リアクションなどが確認された場合、うん、プレゼントなしとさせていただきます。ご注意ください。はい、はい、じゃあ早速もう行きたいと思います。はい、ちょっと公平にね、ちょっと、はい、大丈夫？はい、いける？じゃあ早速1つ目でございます。はい、ご隠居のルルキャン、やっほーマリエちゃん、今日はお招きいただきありがとう。はるかがね、今欲しいものはタンスです。よろー、これからもずっと仲良くしてね、うちらマジ最強かっこ、やっほーマリエちゃん、今日はお招きありがとう。はるかがね、今欲しいものはタンスです。よろー、これからもずっと仲良くしてね、うちはマジ最強で、ちょっとね初めの文章もう見えるかな、もう何文字、もうだいぶこうね、こういうやつ、こういう感じで書かれてました。若干ねこれはねルルキャンが紛れて書いてでそうでもあるけれども、タンス欲しいよ、うんうんうん、そうね、まあご隠居だしタンスない、うん、まああってもいいしいっぱいある、ご隠居地ほら広いからさ、もう隠居だからもう屋敷みたいなもんだから ね、一つぐらい増えてもいいし、なるほど、いうので、はい、ということでみんなもね本物か、どれが本物か考えていただきたいと思いますが、そうそうそう、じゃあ2つ目いきます。皆さんお久しぶりです。吉村遥です。隠居していたのですが、この度はありがたいことにこのような機会をいただけましたので、はせさんじました。よろしくお願いいたします。実はご存知の方もいると思いますが、昨日2月14日バレンタインデーが私の誕生日でして、お祝いしてくれた方ありがとうございました。それで本日も何やら私が欲しいものを番組がご好意で用意してくださるということで、ありがとうございます。私が今欲しいのはスマホで漫画をコツコツ読んでいまして、1話読むと続きが読めるのは次の日とかなんですけれども、続きが気になる、たまには一気に読んじゃいたいなってことがあるので、漫画アプリのポイントがもらえるとありがたいですね。ちょっとした空き時間とかに1話だけ読んで作業してとかあるんですけど、まとまって空く時間とかに一気に読みたい欲が出てもポイント課金はって我慢してもらしてるので、もらえたら嬉しいです。ちょっとねこれね似たこと話したことがあるから本物感あるけど、アプリのポイントプレゼントはねあんまなさそう。もらい方とか知らなさそうだし、受け取り方も知らなさそうだからこんなね IT メールかけるわけがないって私は思ってる。そんなことない、私がどれだけ読んでるか、アプリ漫画、いや読んでるんなら別になんか、そうそうそう、受け取り方とかほらあるし、いや別に普通に私のさやつで課金して後からお金もらえばいいし、そんなめんどくさいこと、そうそう、私なんか今コツコツさなんか震えるさ、うん、子供とさ私は壮絶な漫画、
助けてんだよ、火起こしてあげたりとかさ、はいはいはい、なんかあのよく広告を見たらポイントもらえるやつね。そう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 、毎日来るからさ、もう自分たちで頑張るよみたいな時もあるけど、うん、怪しげなババアをね、はい、やっつけ、あの30秒広告見てそうそうヒーズオリバーみたいなこんなのとかを見てるの、ね、私は、うん、あーまあそうか、そう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 、ね、ちょっと参考にさせていただきます、うん、じゃあ続きまして3つ目、背景三宅まりえ様、私はあなた様の友人である吉村遥というものです。さて私の友人であるならすでに存じているとは思いますが、先日はこの世で最も偉大な日である私の誕生日がありました。しかし私の友人であるはずのあなた様からまだ贈り物をいただいておりません。私の友人であるはずのあなた様なら忘れるなんて無礼なことをしないとは思いますが、念のために一報を入れた次第であります。もし私が要望を伝えるまで待っているのでしたら、最近退屈な日々が続いておりますので、PS5 とホグワーツレガシーのソフトをご所望します。私の友人であるはずのあなた様なら私の願いを叶えてくれるときっと信じております。かっこ本物の吉村遥かっこ閉じる、かっこマジでかっこ閉じる。いや、ホグワーツレガシーのソフトっていう言葉をルルキャンが知ってるなんてとても思えない、うん、いや知ってるよ、知ってる、知ってるよ。なるほどね。いや、したかったらね、まずね、うん、マリエ持ってるどんなのか見せてって言ってくれる気もするんだよな、うん、あのハリーポッターなんかさ、うん、あの映画なる前からさ読んでたのよ。え、そうなの。そう、なんでか知ってる、私が読んだの。いや、あの時代ほらすごいテレビで、違う違う、ハリーポッターが流行る前から私は読んでんの。いやいや、あの来た時、え、翻訳前ってこと。そう、でも なんでかっていうのは、うん、たまたま読んだ雑誌で、うん、えなりかずきさんがおすすめしたの。ほんと。なるほど ね、 ね、私は魔法学校とかがなかったよ、その時代に、はい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 、魔法学校のないんだ、それ楽しそうってなって、はいはいはい、その何年か後ぐらいに流行ってすごいみたいな、たまたまえなりさんすごい、でも昔から知ってた顔出さないのすごいと思って。あ、え、でも私の時代はもう日本で翻訳されて発売される日からすごい、はい、うん、なんていうの、今で言うバズってた感じがするけど、ちょっと時代かマルチバースかな。そうそう、まあちょっと違うのかな。そう、ただとにかくえなりかずきくんはすごい。なるほどね。じゃあ続きまして4つ目、マリエへ。丸時間が終わって定期的に会う機会は減っちゃったけど、いつも仲良くしてくれてありがとう。今日もこうして番組に呼んでもらえてとっても嬉しいです。そんな私が誕生日に欲しいのは、これからも私とずっと仲良くしてくれること。お互いもういい年だけど、おばちゃんになってもおばあちゃんになってもずっと今みたいな関係でいられたら嬉しいです。ニコちゃんマーク、え、とりあえず今度またご飯でも行きましょう。ご飯マーク、若い子たちも誘ってね。これちょっとね、いや、これだな、ちょっとね、これでしょ、これでしょ、ある気もする。あのね、なんでなんでちょっとちょっと、何何何これ、何か番組の資金券的な匂いがするな。 PS5 って言おうかなって言われてこれ PS5 とホグワーツレガシー、さっきので言うとプレゼントするってことだよね。え、これはご飯代出してくれるってこと、私たちの。まあまあまあ、そうなりますか。いや、ちょっとね、ルルキャン感があるって私もちょっと思ったんだけど、っていうのもお互いもういい出しだけど、おばちゃんになってもって、おばちゃんが入ってるズーズーしさがねちょっとこれルルキャン感あるなって思ってまあね、そうね、まあね、うん、そうそうそう、ご飯大好きだしね私、うん、ほら若い子も好きだしね、ね、そうそう、若い子たちも誘ってねっていうところも、そうそうそう、なんかね、ルルキャン感ちょっとあるなって思って。確かにね、そう、ちょっとこの間も若い子たちとね、ご飯食べたもんね、2人で。そうだね、若い子呼んでって言って、じゃあ若い子呼ぶかって。そうそうそう、ラナちゃんと、タメちゃんと、フリールルキャン、うん、そうだね、ちょっとこれ近い感じ。じゃあ最後、うん、5つ目、マリエちゃんワンバンコルルキャンでおます。マリエちゃん5章を出す、ルルキャンのわがままを聞いてほしいんや。ちょっと連帯保証人になってくれへんか。この間飲み屋で占い師をしてる女の子と仲良くなってな、そこで確実に当たる競馬のレースを特別に3000円で占ってもろたんやが、その子にお金払ったもんで先立つものがなくて困ってるや。
1番、いや1000円でもええんや。マリエちゃん頼んます。昨日誕生日だったルルキャーのプレゼントやと思って頼んます。わてら親友やろこれ何、え嘘マジで、えこれなんかねちょっと言ってそうかも、変な言葉遣いで言ってそうかもあるんだけど、金そうなのよ現金っていう、え飲み屋で占い師と仲良くなったなってもうたんや。飲み屋そんな行ってた、たまに行ってた。どれぐらいの頻度で飲み屋さんとか行かれたりするんですか。週7で週7で行っとるんや。ゴールデン浴場行っとるんやということで、この5通の中から選びたいと思うんですけれども、うん、今ちょっとね、1枚目も若干ねちょっとタンスですがちょっと気になるけど、この文言的には言いそう感もあるけど、いやマリエホグワーツいや絶対違う、絶対違うだわ。ホグワーツ絶対ない。いやホグワーツはないでしょう。いやパソコンでやってもいいんじゃないの。スチーム版でもホグワーツできるよ今ホグワーツそれか漫画のポイントもありえそうだけど、やっぱねそういう送り合いみたいな文化まだご隠居はない気がするから、ホグワーツこれかな。やっぱちょっとやっぱりね、お互いもういい年だけどおばちゃんになってもおばちゃんにはまだなってないっていう数字でした。なってない。おばあちゃんになってもね、ちょっとね若い子たちも誘ってねっていうね、ちょっとした気遣いがねご隠居感あるから、私はこれかなって思いますんで決めました。本当のルルキャンは4枚目マジ、嘘、えマジでそうだと思ったのに。嘘でしょ、え違うの、え嘘本当に私マリエなら絶対これ選ばないと思った。だって若い子たちも誘ってねみたいなこと、外でさSNS とかでも一緒にそんなこと言ったこと全然なかったじゃん。だからマリエここでマリエは私のこと何も分かってない。え嘘私たちのこと分かってない。だって私たち言ったじゃん。何、若い子たちが気を使うから自分たちのことおばさん感出すのやめようって言ったじゃん。若い子たちが言ったけど忘れたんだと思ったの。若い子たちに何の利益もないから、そのおばちゃんっていう吹きアピールはなんか何にも返しづらいから、返しづらいからかわいそうだから、うん、分かってはいるけど言わないようにしようって言ったから、言ったマリエがこんなことを言ったって思わなかった。だってでもなんか言いそうなんだもん。そんなことないよ言いそうなんだもん。気持ちはみずみずしくって言ってくれたじゃん。でも確かにね、定期的に会う機会は減っちゃったけどって書いてるところ、うん、そうよ先週ご飯も食べたのに、うん、えって思ったけど、なんかこう薄めたんかなって、うん、あわざと嘘ついたってね。そうわざとなんかこう紛れ込ませたんかで、うん、え何正解、正解はえこれ正解は、正解は、はい、あまずですね、今の選ばれた4枚目の方は、しがないゴミの YLL さんでした、はい、おーやられた。えご飯代をお送りするんですか。これはね、本当に仲良くしてくれることと書かれておりますんで。あら、え、わざわざそこまで。いや、これはプレゼントに関してはちょっと一個させていただきます。何かしらの。じゃあちょっとプライスですな。ご相談か何かしら、はい、マリジージー運営からちょっと連絡が行くということで、はい、YLL さんちょっとなんか私が間違えた偽ルルキャン YLL さんにはちょっと後で、うん、来ますんでちょっとお待ちください。おめでとう、おめでとうプレゼントでーす。マリエを騙した、騙せた。わあ、そう、いやなんかね、何かしら、あこれ本物感の私とルルキャンしか知らないメッセージ入ってるなと、うん、これ違うこと言ってる気がするなっていうのが、うん、両方入ってるのばっかだったんだけ ど、どれ、私が選んだのは、はい、1枚目のメールです。あタンス、そう、そのマジタンス、このうちら世代が流行った文字じゃない？
いや、そういう私都会育ちじゃないから、この時 代, この時代私携帯多分持ってなかった可能性もある世代なんで、本当レイちゃんとよくこれをやってたのよ、うん、あいつらはおめえらは都会のギャルだろうちは田舎の山や川で泳いでた世代なんだよ。いや、でだからさ、こういう風に書いてみたんだけど、はい、まあでも文章をちょっとね、あのみんなと紛れ込ますためにとっぴにはしてみたんだけど、はい、まあ、私たちね、誕生日プレゼントを毎年送り合ってるんですけど、はいはいはい、毎年予算を先に言うんですよ。そうそうそう、言ってる。そうそうそう、いや、誕生日来たのに言わないから、うん、じゃあ来年の誕生日までに言ってくれたら、うん、いつでも欲しいもんあった時いいよって言ったまま、うん、今日やん。そうなのそうなの、今日あげれたのに直接。でも今日じゃあ、いやそのタンスですっていう答えをね、はい、その予算内のタンス、あ、置いて、はいはいはい、やったんです。しかも今年は去年より1000円アップしたんだよ。そうなんだっけ。そうなの。よく見てない。そう、あのプラスチック の, あのタンスがね欲しいんですけど。なるほどね。じゃあまあそれはじゃあ個人的に私がお送りしたいと思います。はい、ということで、ホグワーツレガシーワンちゃんもしかしてって一瞬ね間違えた瞬間思ったけど違った。それ選ばしたかったのよ。それ選ばせたかったのよ。ちょっと残念ですが、うん、これホグワーツと PS5 はどなただったんですか、うん、ちなみに。3枚目の。3枚目のは ?3 枚目のはですね、はい、姫の壁役、おねこねさんです。じゃあすいません、おねこねさんは実費で。実費で、実費で。お願いいたします。お願いします。はい、ということでですね、まあ誕生日プレゼントも後々差し上げるということで、うん、じゃあ早速ね一緒にゲームで遊んでいきたいと思います、はい。最初のゲームはこのゲーム、好感度を上げて解像度も上げろ、恋愛アドベンチャードトコイ。はい、こちらのゲームはですね、イケメンの解像度が低くなるおまじないをかけられてしまった主人公が、うんうん、意中の相手の好感度を上げて呪いを解いていく恋愛アドベンチャーです。まあ、ご隠居は乙女ゲームとか恋愛シミュレーションゲームもやってみたいとリクエストされてたということでご用意させていただきました、うん、はい、お二人の人間力をフルに活かしてクリアを目指してくださいってことで、じゃあこれ私が操作するから、うん、ご隠居の思った通りに、あー本当、いろいろ、はい、でもすごいね、これ本当に漏れなくイケメンなんですか。それは解像度が今の段階だとしてか、イケメンもイケメンじゃない。なるほどね。何、顔で選ぶんですか。顔では正直別にいいんですけど、はい、なんかあるじゃないですか、挑発、あーなるほどね、とかメガネとか、なんかそういう属性をちょっと見たいなっていうのはありますね、はい、じゃあちょっと早速やっていきたいと思いますが、これね私さ実は以前やったことがあって、うん、あるんだ。そう、なんかね高森夏美ちゃんが、うん、これマジ面白いからマリサやった方がいいっすよっつってめっちゃハマったから、うん、これルルキャンとギルメンのみんなにもやったことない人とかいたらぜひねちょっとやってみてほしいなってやつなんで、ちょっと私はこうルルキャンの反応を見ながらニコニコと、とはいえちょっと数年ぶりなんで一緒にいいとこまで行けるといいな。そうだね、結構ね、あのこの時間中に1ルートぐらいはクリアできるんじゃないかなって思いますので、まあルルキャンがどの人が気になるかとかをね、確かに、見ていきたいと思います。じゃあ早速スタートしますね。えい、名前どうしよう、どうする、何がいい、ルルキャン、ご隠居の好きなように。じゃあさ、ちょっと公平にさ、どっちかの名字。いや別にいいですよ、ご隠居のために用意したんで。じゃあこれ私もあの、うん、ご隠居がこういう乙女ゲームとかやりたいって言った時にどとこい やってほしいなっていうやつをやったんで、そう、もうもてなしたい。じゃあ吉村遥で、はい、吉村は普通の、あれさっきあったぞ、それ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 大丈夫ですか、大丈夫ですか、この変換出てくるのこれでいいですか、はい、先ほど変換したんでね、はい、履歴が、オッケー、はい、じゃあ早速、はい、どうしますか。私は吉村遥。あ、今日から高校2年生ピチピチし始めた。先週東京へ引っ越してきたばかりだ。なるほど。新しい学校でもやりたいこといっぱい、はい、友達を作って部活で青春して勉強もして、はい、恋愛は興味がないわけではないけど、おましさんだね。うん、恋もゲームみたいに分かりやすかったらいいのにな。てんてんてん、もう朝だ。あ、猫のカレンダー。お、でも
お、これなんか引っ越してきたばっからしいね。うん。あ、帽子かぶるやん、ルルキャン。帽子かぶる系のね、なんか鏡あそこあって大丈夫？地震あった時結構危なくない？地震あった時にルルキャン、うん、危ない危ない。はあ、はい、引っ越したてのまだまだ綺麗な部屋、ここからご隠居の新しい生活が始まる、はい、張り切っていこう。お、張り切ろう。はい、これから毎日通学路、はい、でワクワクな未来が待ってるに違いないと、うん、よし、学校まで走っちゃおう。ご隠居は走る。はい、これからのね、生活勢いが大事だそうです。そうだね。ダーン、来た来た来た、わー、行って。転校初日にぶつかるなんて漫画みたい。あ、じゃない、ちゃんと謝らなきゃ。すいません。え、わー、なんだ、あ、喋った喋った喋った、先やめて。え、これ音声あったっけ。私アプリ、なんていうの、スマホでやってたから、もしかしたら、もうシンクロしちゃった自分と気持ちが。これご隠居やん。え、なに、これ顔なの。もう行動だとこんなことがあるなんてな。どうなるんだよルルキャン。ルルキャンってこういう風に見えてたんだ。そう、男の人のこと、もう何が何だか。その失礼しました。おい、声はイケメンだった ね。正方形が喋って動いてた、うん、声イケメンだったね。正方形なのに、私が見た時よりも進化してて、ちょっとドキドキしちゃった。まあでも学校行かなきゃ ね。声つきましたと。うーん、都会にはいろんな人がいるもんな。そうね。あ、人間だ。緊張してるみたいです。はい、はい、みんな同級生か。先生はどんな人かな。はい、皆さんこんにちは。小野圭一です。1年間2年 B 組の担任をしますよ。はい、先生。やった、小野ちゃんだ。人気？このクラス当たり。ボイスじゃん、ご隠居。当たり何が？何か質問はありますか？消えした。なんで四角なんですか？なんて聞けないよ。好みのタイプは何ですか？何ですか？恋人は何歳ですか？あ、何歳になったらルルキャン？誕生日来たけど。ま、16、あの高校2年生だから。あ、はいはいはい、わかりました。高校2年生だから。はいはい、そういうプライベートのことを聞くのは失礼なんですよ。結構言われ慣れてる。ちなみに僕は24歳独身、千代田区住みで、LINE は身内のみです。結構喋ってくれるな。結構教えてくれる。貴様シンクロしてる。皆さんに自己紹介。シンクロしてる。どう見ても茶色い正方形が喋ってるのに平然としてる。やっぱりご隠居が変なの。そういえば、あの春からの転校高生来るって。最初はその子にやってもらいましょうか。え、違う、私のこと。そうだよ。では吉村さん、ちょっとマリエ GG からもしかしたら ご隠居ご隠居って言って、はい、誰だろうって言ってる人もいるかもしれないんで、よかったらちょっと自己紹介してもらっていいですか。はい、今マリエ GG を陰から見守っている、特に権力はないんですけども見守っているご隠居こと吉村遥と申します。はい、先生これで大丈夫でしょうか。じゃあ見てみましょうか。はい、こんな時に一番ってなんて、ようなのに無難に無難に四国から引っ越してきた。あ、よろしくお願いします。ま、お前はまさか。でも自己紹介近かったね。確かに無難に。趣味とかなんか言わないのかなって思ったけどご隠居と。あ覚えてる、そういう赤い正方形ね。そう、どうしました。もしかして一番に自己紹介がしたかった。あら、あら、二階堂。おお、かっこいい名字。あれ終わり。ざわ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 、二つの正方形が向かい合っている、うん、なんて応募の資格なんだろう先生の資格に向かって。何これ。まあ二階堂くんのことはみんな知っていますよね。何とかみんな知ってる。有名人なのかな。ここからは席順でお願いしますね。あ、はい、あれわらまた正方形。出席番号1番青木誠です。私青い髪の男の人結構乙女ゲームだと青とか紺とかが好きなんだけど、え、ちょっと好きになった。でもちょっと違う、元気すぎる元気すぎる、なるほどね、うん、出身は千葉県勝浦市。すげえ、うん、出身地めっちゃ好きな色は海のように透き通ったコバルトブル
硬化感は。はい、もう大丈夫です。ちょっと赤っぽくない？長々と失礼しました。丁寧だよ。でもこれはこれで青、うん、確かにまた強烈な資格だな、うん、青木くんね、うん、はい、そう、次の人、次、これは斉藤瑠衣です。おお、ちょっと可愛い、黄色、特殊女です。金髪だな。このクラスの子はみんな可愛いね。あ、ちょっといいね。楽しい一年になりそうだよ。ハートマークついてる。キャー、みんなが黄色い四角に黄色い声を上げてる。斉藤瑠衣、俺は源エイジ、うんうん、あ、まだいた。このクラスでも1年間エンジョイするぜ。ほう、よろしくな。バカだ、バカだ。このメンバーで1年間やっていきます。だって、よろしくお願いします。はい、みんなよろしくお願いします。あのカラフルな制服を着た人、お、学校の関係者、何が起きてるのか全くわからない。東京ではこれが当たり前なのかな。やったける自信がないよね。あ、あれ、あ、かわいい、かわいい、かわいい人間。あの、私、村中翔子っていうの。そうなんだ。1年間よろしくね。よろしくお願いします。転校早々絡まれちゃったね。私がやった時よりも目パチパチしてたり、うん、え、そうなんだ。私知らない、アップデートされてる、最高。二階堂くんのこと、うん、赤い、赤い二階堂くんだ。二階堂財閥って、あ、何それ、スーパーダリアン、ダリ息子なんだよ。スーパーダーリン。いやでもなんかわかんないよ、性格がちょっと今のとこツンツンしてるよ。そうそう、そういうことだったんだ。なるほど。あ、村中さん、翔子でいいよ。翔子、翔子ちゃん、うん、一緒に帰ろう。めちゃくちゃいい子。何でも聞いてよ。ありがとう、ありがとう。翔子かわいいな。お、なになに。あ、もうなんかめっちゃ好き、気に入ってない二階堂くんだけど、あれ2回目じゃない、ルルキャン、ルルキャンな、うん、ちょっと乖離してる。やっぱり気になっちゃう。そういう意味じゃない、正方形に関心がある。二階堂くんと話したことないからな。友達といるところも見たことないし、ちょっとプライドが邪魔しちゃうのかな。学校にもあまり来てなかったみたい、うんうん、そうなの。忙しいのかもね。なんで忙しいの、財閥の。なんかお家のやつとかやってるのか。あ、3年生、要注目人物がいるの。お、ね、島光っていう先輩なんだけど、まだ資格が、うん、とにかくオーラがすごくて、1年生の頃から数々の伝説を残してたみたい。一目見たらすぐわかると思う。先輩か、先輩の先輩キャラもいいよね。いいね、島先 輩。私こっちの道だから、また明日ね。うん、また明日、バイバイ。翔子ちゃん明るくて優しい子だな、うん、いい友達だ。いい、あ、あ、出た、2階だ、また来た、止まった。二階堂くんの家もこっち方面なの？なんでお前に教えないといけないんだよ。相変わらず尖ってるな。あれ、そっちの方向は学校ではまだ用事があるの？何？もしかして道に迷ってる？ケイ？この突き当たりを右に曲がったら駅だよ。そんなの知ってるに決まってるだろ。ルーキャ、右ってどっち？うわ、そんなの知ってるに決まってるだろ。いや、さっきコントローラーでL と R 左とかなんかテープ貼ってって言ってたみたい。とっさりできないのよ、R は。え、でもこれさ、うん、やばくない？何が？だってこれでしょ？二階堂くん。だってうちは転校生よ。うん、二階堂くん2年通ってるのにさ、場所分かってないのよ。そうだね。ちょっとやばくない？二階堂くん。ほっとけないね。ほっとけないの。全く気にしてない。じゃあ。行っちゃった。左に。悪い人ではなさそうなんだけど。あ、疲れた。新生活が始まると思ったら赤い四角にぶつかって、茶色い四角が先生で、色とりどりの同級生がいて、優しい子と友達になれたけど、全ては変な夢だったんだ。早く休んで夢から覚めよう。明日になったら見えてるはず。てんてん、ここはどこだろう。確か昨日は変な夢を見て、それで、あなた様、
あなた様。あ、ご隠居様。よかった。やっとお会いできました。タヌキ。タヌキ。タヌキである。ラクンドチである。私はご覧の通り。こういう感じだったんですか。こういう感じだった。意味ですよ。あ、そういうことか。はあ、私は別にそのラクーンドッグでも何でもいいんですけど私に何の用でしょう。突然のご挨拶になり申し訳ありません。どうしてもあなた様にお会いしたくて、あ、夢の中になってきた次第でございます。かわいい、なんかかわいい、はあ、急にこんなこと言われてもすぐには信用できませんよね。でも私、怪しいタヌキではございませんから。ラクーンドッグ怪しくない。怪しくない。怪しい。では本題に入りましょうか、うん、昨晩のことになります、はい、私はあなた様の切実な願いを聞いておりました。へえ、なんだ。またまた。昨日誕生日。恋愛がゲームのように簡単ならば、はあ、そう強く願いましたでしょ。はあ、はあ、遠慮なさらず、私がその願いを叶えるおまじないをかけておきましたので、うんうん、はあ、おまじない。今朝殿方とぶつかりましたでしょ。うん、正方形とはぶつかったけど。そう、正方形がポイントなんです。うんうん、私があなたにかけたのはごくり、イケメンの解像度が低くなるおまじないです。ほう、解像度って知ってる。なんか画面のよく存じ上げません。テーポコ。テーポコ。まあ辞書で調べて。私の視覚からはイケメンが正方形に見えちゃうってこと。その通りでございます。うん、あれじゃ顔が全くわからないし。ご安心ください。殿方の好感度を上げれば徐々に鮮明な姿になっていきます。なるほどね。好感度が一番低い無の状態がドットなのです。うん、ドット。ってことは本当の姿を見るためには殿方の心をゲットすれば良いのです。ほう、ルルキャンを好きになってもらったら解像度が上がっていって、うん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 、イケメンはイケメンとしての姿を表すってこと。なるほどね。あなた様は飲み込みがお早い。このおまじないは殿方を見ただけで現在の好感度が分かるという優れもの。ゲームのような恋愛がしたかったあなた様にぴったりなんです。なるほど。しかし一つ欠点がありまして、3ヶ月以内に殿方の心を射止めないといけないのです。ワンクールで。ワンクールで。すみません、私の力では限界で。ですが聡明なあなた様にならこの困難も乗り越えられるはず。いけるいける、うん、1日で幸せにくっつく乙女ゲームも確かあった気がする。そうなの。あるある、劇的なね。吊り橋効果。吊り橋効果。確かに確かに ね, ね, ね。私は真実しか語っておりません。 あなた様が素敵な毎日を過ごせるようが幸せに心から願っており、うんうん、では新しい高校生活。新しい高校生活。新しい新たな高校生活。ドローン。ドローン。なるほどね。はい。ということですね。うんうん、なんだ夢か。変な夢だったな、うん。昨日のこともタヌキのこともきっと夢。うん、夢だから安心してご隠居。うん、あれは夢で今が現実。うん。うん。うわ。しかもさ、私道を教えてあげたのにさ、うん、あの好感度上がってないんだけど好感度道を教えたらちょっとぐらいは上がるくない。いや、なんか堅くななんじゃない。あ、そうか。落としがいを あるなって思うかどうかだよね。あ、そうか、うん、ごめん、なんでもないの。別にいいけど。なるほどね。あ、二階堂、うん、覚えたね。うん、覚えた。赤は二階堂くん、うん、イケメンが正方形になる呪い。つまり二階堂くんはイケメンってこと。なるほど、うんうんうん、おはよう。イケガールは。イケガール。そのまま、そのまま。ね、ショコちゃん。え、何かあったの。ショコちゃんも可愛いけど。ショコ可愛い。もうショコがいれば。相談ならいつでも乗るからね。優しいね。ありがとう。うん、今大丈夫。ならいいんだけど。あ、小野ちゃん来たからまた後で。小野ちゃんって誰だ。先生。お、色は茶色。おー、すごい覚えてる。茶色。早い。小野ちゃん覚えた。翔くんにはこんなこと、うん、相談できない。というか誰にも相談できないよ。ねえ、変な人と思われちゃうもん、ね。今の状況整理しよう。あ、ちゃんと。あ、本当だ。ノートにまとめてくれてる。
今私の目の前にいる正方形は5人。御曹司の赤い二階堂くん、すごいお金持ちハキハキとして真面目そうな青木くん、声が大きい、ヒルキャン言ってたやつじゃん。で黄色が帰国子女の斉藤くん、でバカそうな緑の源くんひどいひどい、で茶色いおの先生、うん、その姿を見たければ3ヶ月以内に好きになってもらうことでいいんだね。ということなんですが、はい、分かりましたか。うん、大丈夫です。そっか、みんなも誰かが困ってたら話を聞いてあげてくださいね。それじゃホームルーム終わります。なんで私に指さしてきた、分かりましたかって。いや、やっぱ転校生だからじゃない。あ、そうか ね、 そうね、分かったかな。ちょっといいかな。何これ、あれ声でけえ青いやつだ。お、青木くん、うん、青木くん、青木くんだよね。青木くん、青木くん来た。覚えてくれてたんだ。お、青くて覚えやすいから。あ、違うの、こっちの話。何の用かな。これだけは聞いておきたくて。君、二階堂くんの友達なのか。え、あれで友達に見えた、全くの初対面だよ。あと二階堂くんが友達といるところは見たことないって聞いたよ。どうしたら二階堂くんと仲良くなれると思う。え、どう思う。私が青木くんが仲良くなりたいの。わからない、ちょっとグッ、何を聞きたいのかわかんないね。ねえ、青木くん、ちょっと何を聞きたいの。少し角があるからどうかな。そうなんだよ、近づきがたいというか。ああ、仲良くなりたいのね、青木くんが。あ、来た来た、ビビっとるやん、二階堂くん。いや、二階堂くん、あの仮想通貨の話をしていたんだ。未成年。んなわけあるか。あ、俺の子が話してた。二階堂くん、地獄耳。うん、確かに地獄耳見た。ね、ね、ルルキャン、もうさ、二階堂くんはないから、もう上行こう。二階堂くんと。ないの。二階堂くんはもう、もう脱落。え、違う、もう二階堂くんは、うん、もう絶対にこの先喧嘩になって、うん、まあ、でもチャロそうではあるよね。このなんかちょっとなるほど、ね、うん、この尺内に見なきゃいけないという、責務があるから私たちには、はい、はいはい。でもう、あの、一か八かの影、これでさ、あの、徐々に縮めていった時間がないから、もうこれで印象を持たせて3ヶ月で怒るか怒らせないかにやっていこう。なるほどね。じゃあ、うん、二階堂くんって友達いないんだね、うん、お前とは絶対に友達になってやらないからな。本当のことは言っちゃダメだよ。待って、二階堂くん、言っちゃったじゃん。なんだ、これで気になってくれるかと思ったのに。傷ついちゃった、失礼なこと言っちゃったかな。しかも追っかけへんで、うん、青木くんに任せた。青木くんと二階堂くん仲良くなってたらいいね。確かに、これでね、仲良くなった、ね、あ、翔子は部活に行っちゃったから一人で帰ろう、うん、ここが近所の公園か、散歩にちょうど良さそう。向こうにいるのは、ん、いやー、よっす、うわ、四角だ。この黄色と緑は斉藤くんと源くん、うん、覚えてくれてて嬉しいな。俺のことはルイって呼んで。ほうほうほう、ルイ君、いい感じ。お前は引っ越してきた。お前、新しいタウンは、新しいタウンはもう慣れたの。え、この町には慣れた。だってさ、あ、うん、近所にコンビニがあって便利かな、うん、あとさ、あとさ、四国って外国か。いいな、外国、死ぬまでには行ってみて。山本君、結構あれな、KY な感じね。え、でも、あれ、でも帰国子女はルイ君だよね。そう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 、だって源君はバカって。ルイは何でも知ってるよな、エジソンみてえだ。でもちょっと可愛いな。ニュアンスだけ拾えばいいから。うんうん、なんだ、楽しい話か。楽しい話か、うん、うんうんうん、源君の頭の話だよか、源君の悪口。どっちよりも悪口。で、今ね、ちょっと私は黄色に好感度があるから、うん、黄色によく思われたいから。どっちがよく思われ、上の方がまだ。あ、上の方がまだ、うん、俺の髪型イケてるか。どんな髪してる。今わかんないからね。あの、so cool! サンキュー。
昨日切ったばっかなんだ。子鬼っぽくしてくれってな。ちょっと可愛いな。バカ。はい、読んで。ベリーベリービューティフルヘア。オッケー。二人ともやったーやったー。るいくんと源くんか。変わった二人だな。四角に見えてることバレてないよね。考えててもしょうがないか、うん、おやすみご隠居。今日も頑張ろう。よし。どうする？すごい頑張る？ほどほどに頑張る？じゃあちょっと今日すごい頑張ってみようか。早めに投稿しちゃった。あ、なるほど。これでね、これ何も悪くないね。これでね、ちょっとイベントが、うん、このモーター音はわっ、あー、セグウェイだやばー、ちょっと気になる。今の時代はセグウェイか。投稿おはよう二階投稿。何これ、何これ。見てわかるだろう、ゼグウェイ。あ、ごめん、ゼグウェイだったわ。ゼグウェイだ、ゼグウェイ。いつもの通りに投稿しようとしたら行動はまだ危ないからって。ちゃんと投稿できて偉い。これを押し付けられた。まったく鬱陶しい。あれじゃないんだね、車のお見送りではないんだ ね、まあ、ね。それじゃ、二階堂くんの家すごいんだな。セグウェイ持ってるって。昨日あんな感じだったのに優しいね。放課後どうする？早く帰る？少し残る？どっちかに絶対イベントが待ってるんだよ。でも私たち先輩に会ってないから、うん、はいはいはい。先輩ってどう思う？残ってると思う？ご隠居は、うん、先輩に会いたい時はどうします、うん、じゃ残ってみる。残る、うん、今日は掃除当番だった。さっさと終わらせちゃおう。当番の人はすげえ、来たでバカ。来たぞ。すげえパワー系になってる。メンバーを紹介するぜ。ボーカル、俺。ギター、俺。ベース、俺。源くんってどうすんの源くん。ちょっとちゃんと掃除してって言いたいけど、うん、ドラム私って言いたい。アリーナー、アリーナー、イエーイ。一階席早っ、二階席、二階席立ち見、イエーイイエーイイエーイ。その後も箱が揺れまくった、うん、終わった。一日終わった。くそ、はい、何する休日。これって色って会える人ってこと？まさかじゃない？今ってこと？今、うん、気になってるのは黄色でも、ね、紫見てみたい。どんな人なのか。どっち行く？ちゃんと全員の性格を知った上で選びたい。あ、なるほどね。全部をテイスティングしていくことで。じゃあ何もしないでいこうか。ちょっとだけ、ちょっとだけ。味見、味見ね。味見ね。そうだね。休みにわざわざ外に出なくていいや。うんうん、家でゴロゴロしよう。うん、ああ、眠くなっちゃった。あ、電話だ。いきなり電話しちゃってごめんね。あ、今は大丈夫？翔子か、紫って。それなら今終わった。いや、終わらせた。ほうほうほう。それでさ、またイベント、これからホールでイベントがあるんだけど、うん、一緒に並んでほしいなって思って。なんだなんだ。お、駅前に行くか。それじゃ待ってるね。よし行こう。来てくれてありがとう。おお、何のイベント？握手会なの。ほう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 。アイドル、まあそんな感じかな。ショコ誰が好きなの？そうなんだ、好きなのね。そうだった、握手会。かわいい。ちょっと、クマスル着ぐるみじゃないから、生きてるから。かわいい。分かってくれたならよかった。今日は楽しかった。またがいいじゃん、友達と。筋肉もりもりのクマが好きなんて。かわいい。転校から半月経ちました。もうこのままでもいいやなんて思い始めてきてる。うん、なるようにしかならないよね。お、次の授業は英語か。小テスト返ってくるかな。はい、授業を始めます、うん、この前の小テストを返しますよ。半月ずっとドットを見てんだよな、うん、まずは、あ、ルキャ、あ、はい、どうぞ。65点。普通真剣ゼミだったら怒られるよ。、はい、それじゃあ、はい、今日の授業は終わります。小野先生、次は中間テストですよ、はい、ファイトです。はい、英語難しかったね、うん、あ、翔子頭良さそう。どうした？62点。平均点ど真ん中。ルイとも負けた。3点
翔子は80点とか90点で、私はこれをしてるようじゃないんだよ。抜け駆けはしないでね。全然勉強してない場合は特に言いながら。なしだからね。取るのはなしだから。中間テストか。あ、そっか。さっきのは小テストだったから。あ、そっか。してねえよ。あちゃ。あ、喧嘩になっちゃう。不良？まさかの不良？ご隠居、水戸黄門みたいじゃん。あ、あれ来たよ。白来た。光ってる。光ってる？湿気。君たちの仲むつまじそうなものだったから、つい仲間に入れてほしくなってしまった。私の悪癖だな。これ男性？さて、はつらつたる下校時間を再開しよう。やっぱカリスマ感が。君たちもまた明日。ね、これ男性女性の？女性？光る様。光る様。確かに光ってる。なムードが。名前は？あ、吉村遥香です。私は君のようなものが嫌いじゃなくてな。お、なんかくれるって。なんかくれる？ありがとうございます。謎のカードをもらった。もうびっくりしたよ。いきなり飛び出していくんだもん。うんうんうん、何もなくてよかったけど。でね。あ、やっぱり。あの人もう最後の一人だ。なるほどね。すごい人。そうそう。すごいでしょ。ドット掛けにしか見えない。なるほど、まあ。イケメンってことですね。イケメン。はい。あ、島先輩にもらったカード、ー放課後三 C 教室へって書いてある。え、抜け目ないな。今度行ってみるかな。うん、今度でいいんだ。4月最後の学校。いや入れていこう。どうする？どうしようかな。黄色も黄色ないのか。黄色ないな。じゃあちょっと二階堂おちょくるか。次の授業はなんだっけ？え、うん、誰かに聞いちゃおう。ああ、何？二階堂くん次の授業ってあれ？なんだよ。頭にお金ついてるよ。キティちゃんのリボンみたい。本当だ。どうする？なんかさすがにね。ちょっと1万円でしょ？どっち？大事にしまっときなようにしとく。あ、優しい。なんでついてたの？なぜか知らないがよくついてるんだ。鬱陶しい。うん。俺は財布なんて持ち歩いていない。なんか可愛くなってきたね、ちょっと。あ、本当？うん、ポケット落とすかもしれないし、うん、私のポーチ貸すからそれに入れて持って帰ってね。わかった。悪いな。ポーチが。ちょっと可愛い。洗わなくてもいいよ。あれ、選択肢も狂ってんなって感じ。さあ、放課後どうしようかな。うんうん、でも赤と黄色と白い選択肢がありますけど。どうしよう。黄色行きたいけど。究極の選択。白だって呼ばれてるもんね。でも多分だいぶ経ってるよ。日数経ってるっぽいよ。どうしよう。どうだい。マリエどっちがいい？いや、私はやっぱり王道からクリアしていくタイプなんで、うん、王道から？王道から。やっぱメインヒーロー派なんで。そうよ、あなたはシナリオ派なのよ。そう、ちゃんと一番の売りから言って、うん、ちょっともしかしたらここに力入れてんのかな実はっていうのいくタイプなんで。ちゃんと心でしなさいよ、最初は。いや、心で言ってるよ。心で言っても。王道狩りなんて、いや、たまにあるじゃない、なんか乙女ゲームとかでさ。私はさ、気持ちで言ってるのにさ、うん、なんか一緒になんか身体測定を回らなきゃいけないみたいなんで、はい、なんないよ。身長、体重、座高ってあってさ、はい、でさ、体重と座高なんか好きな人と一緒に回るわけがないじゃない、うん、でもそっちがいいので、身長が一番最悪だったりとか、うん、はいはい、誰が選ぶねみたいな。てか私の気持ち的には、うー、いやでも心のままに。でちょっと先輩ちょっと喋ってみて。まだ性格は、黄色の人は性格いいっていうのは分かってきてる。はい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 。じゃあ 3C 行く。うん、 3C 行こう。行ってみるしかない、うん、ここでいいんだよね。邪魔します。あ、あれ、ピンクという選択肢なんですか。人がいてびっくりして。それにしては随分だけど不思議。また新しいの出た。あなたは？1年の吉角です。あ、後輩来たよ。お、後輩。しかもなんかおとなしいよ、吉角くん。はい、よろしく。先輩も呼ばれたんですよね。うんうん、あの、極物。極物？一体何なんですか、ね、リンクしてる。から、いいご挨拶だね、かなたくん。うん、
シマ先輩、うん、君もごきげんよう。はい、ごきげんようです、うん、本日はお招きに預かり光栄です、うん、話って何ですか。そうだな、手短に話そう、うん、二人ともよく聞いてほしい、うん、この学園には黒い噂もなければ生徒たちは皆ヒント、うん、いい学校じゃん。それには明確な理由がある。わかる、わかるだろうか。まさか自分だとでも。それは私というエトワールの存在によってすごいやん。しかも2人呼び出してからなんか大勢の前で言うわけでもなく、私たち知ってほしかったんだね。これは紛れもない事実。なになに、君には見覚えがあるだろう。志摩先生が、先輩が確かにね、しかし光って。私は今年度で学園を卒業するの。確かに秩序が。エトワールを失った学園はどうなってしまう。まさか。焦る必要はない。ああ後継者に偉い、うん、早い時から準備して。後継者ですか。そうだ、君たちに次期エトワールになってもらいたい。そのためにここへ招いたの。エトワールに。俺ひょとなやりたいんで帰りますね。相変わらずだな君は。そりゃどうも。さようなら。ひょとなってないんだよ。放課後またここに、うん、行っちゃった。君も早めに帰りたまえ。行っちゃった。あ、次回、うん、返答は感謝する。ルルキャンがご隠居からエトワールになるかどうか、うん、これからどうなるんだろう。1ヶ月経っちゃった。ほら出てくるよタヌキ。あなた様、ご無沙汰しております。タヌキ、長いことお留守にしてしまって申し訳ありません。やばい、もう時間がないから誰も解像度が上がんないんじゃない。ちょっとタヌキも飛ばしていこう。タヌキ飛ばさんもいいです。みんなぜひやってください。尺を気にしなくて。タヌキも飛ばしていこう。適当よ。何からね、解像度が相性占いができます。大事だと思います。遠慮なくどうぞ。ルイのことを聞こう。今の今ところルイが一番性格がいい気がする。性格、うん、相性は無至って普通でございます。彼の褒め言葉は素直に受け取り、うん、たくさん褒めてあげましょう、うんうんうん、ありがとう。他にはございますか。ささ遠慮なくどうぞ。あれピンク消えた。ピンク出ないね。他の人かな、うん、他に誰かいないかな、うん、斉藤様。我の殿方が待っている、うん、4人の殿方の好感度を上げすぎないよ。そして黄色い道を突き進んでください。そうすると、はい、他のところに行けるかも。ささ、うん、ここで確認ができるってことですね、うん、交換、うん、もう大丈夫。なるほどね。それではより良い高校生活をお送りくださいませ。なるほど。ドローン、ドローンいった。退出方法よし。あ、5月になった、うん、あと2ヶ月二度寝するお弁当を作る。お弁当作ってこう。昼休みだ、張り切ってお弁当食べよう、うん、あ、青木くんが寝てる。無の、おそらく無だよ。昼休みだよ。見てくれ、このお弁当を。何これ、買ってきたの。パカ、お米だけ、しかもちょっとしかない。確かに分量すごいおかしいぞ。いやもう私の弁当は弁当、絶対二階堂くんに二階堂くんにもらったらすごい高級なお弁当食べてそうだし。そんなこと頼めないよ。友達じゃん。友達、うん、えいいいい、ごめん。繊細やな大きくねえ、声大きいのにね。放課後は寄り道してこうかな。ゲーセン行こう。ゲーセン、もうロックオン。ロックオン。何して遊ぼうかな、うん、あ、え、あっちです。通しようよ。やっちゃう。あ、いや、私マーチャファイター派か。ラッシュセン、あざます。あれ、ルイくん、あれ、そこどけよ。俺雑魚語は知らねえんだわ。あれ、ルイくんの新たな一面。危ない危ない。ソニックブーム。ちょっと待って、斬新。助けてくれてありがとう、うん、ルイ君。あ、誰だし、ルイの知り合い。え、もしかしてルイ君じゃない。ああ、俺はルイじゃねえ。ちょっと黄色が薄くない。お兄ちゃんのちょっと薄い感じがあるぞ。レオン君、双子だったの。
お兄ちゃん。リアルガチ目に間違われるし、リアルガチ。なるほどね。これもちょっとちゃんと見極めていかなきゃいけないのか。これは都内の学校。同じ学校やったのはルイの方だし。あ、なるほどね。そういえば名前は？私は吉村はるか。はるかちんね。よろ。はるかちん。あれ？これさっきのメールと同じような。確かに。感じじゃない？ルルキャンの話。気は合うのかもしれないね。明日は体育祭だよ。お。全力を尽くすことを誓います。誓います。目いっぱい楽しもう。あ、体操服だ。うん。よし。あ、あれ、なんでなんで好感度上がったんだ。お弁当。この赤いのはもしかして二階堂くん。好感度上がってるじゃん。なんで二階堂くんは運動が得意じゃないんだって。得意じゃないんだ。昨日からずっとこの調子だよ。めっちゃやる気あるじゃん。やっぱ声でかいから。あ、ルイくんまだ四角い。ルイくん。また人気出ちゃう、うん、難しいお題が来ませんように。借り物競争。私の借り物イケメン。誰連れてく？ルイくん、ルイくん、ルイくん。ルイくん、ルイくん。ルイくん私と一緒に来て。うん、ほら、やった。ありがとう。残念、最下位。微妙。あ、なんて書いてあったの？これなんだけど。イケメンか。思わず俺を連れて行きたくなる気持ちはわかる。うん。ルイ君、もっと頑張ればよかった。対抗リレーだ。うん、青木くんと源くんが。うん。用意。ドン。女子から男子、また3位だ。青木くん、青木くん早い。2位まで来た。アンカー。頑張れ。お緑。源くん早い。めっちゃ速いトップだよ。頑張れ。あ、転んじゃった。どっち？源くん？源くん起き上がった。1位との差は縮まっていくけど、うん、残念2位か。引き分けでした。うん。うん、疲れたからね。フォローもなく。今日は休日何をしようかなっていうところで、前半終了のお時間です。いや、いけなかったね。いけなかった。でも、全然二階堂くんがちょっとドットから。そうね、そう、ちょっとね、まあみんなどういう感じになっていくかはぜひね遊んでみていただきたいと思いますが、ね、うんうん、ルルキャン、このゲームどうだった？面白かった。なんかでも思ったのとちょっと違って、うん、こうだんだんみんなの性格を見て本当に心から好きになれる、うんうんうん、でそしたらイケメンじゃないってなるのかと思ったけど、みんなちょっとずつおかしくてそう、まだなんかその 本心には触れられないから、ちょっと続きをやりたいなっていう、うん、はい、ちょっとぜひね、ちょっと続きとか、いろんなねキャラクターの解像度を上げていただきたいんですけど、うん、ドトコイは iOS& Android& PC で好評発売中です。ぜひ遊んでみてください。超おすすめ、うん、私全クリしたぐらいハマったの。お、すごい、全クリ。そう、マジでね、出来がいいんだよこのゲーム。へえー、そう。じゃあ顔知ってるんだ、マリエッティは。知ってる、みんなの顔を知ってる。そう、なんかやだな、マリエの後の男。いやでもバージョンアップすごいしてたから。ほんと？え？って言って、マリエが始めした男たちか。いや、ちょっとね違う、マルチバース、ちょっとね、あ、ちょっと違う、こんなに画像違った気がする。声あったっけ、アンドロイド版で確かやった気がするんだけど、マリエが感じたのは違う人だね。そうということなんでね、ぜひ遊んでみてください。そしてここでギルドからのお知らせです。当ギルドではお便りを募集しております。運営コメントのリンクのフォームからお送りください。そして番組に関する情報を番組ツイッターでお知らせしますので、ぜひフォローしてください。ハッシュタグマリエ GG です。そしてギルド会員限定のグッズ情報です、フルグラフィック T シャツ、ギルドエンブレム、マスクもすずりさんで好評発売中です。そしてルルキャンからのお知らせなどありましたら、はい、私はまあインスタグラムをやってるので、インスタグラムとブログを見てください。お願いします。ありがとうございます。そして私からのお知らせです。2023年3月19日、うん、日曜日20時からマリエ GG の姉妹番組、うん、さくらかおるの絶対に勝ち取ります。番組2周年記念イベントの第2部の方に関口梨沙さんと一緒にゲストでお邪魔します、うん、こちらですね、膝取り会員限定抽選受付中ということで、明日の2月16日木曜日、21時まで、こちら抽選受付中ということでね、よかったら申し込んでいただければと思います。
そして次回のマリエ GG は3月4日水曜日放送予定です。こちらもよろしくお願いします。ということで後半の告知をですね、毎回ゲストの方にご、はい、お願いしてるので、今日はご隠居からちょっとよかったら、はい、できますか。よかろうです。はい、この後はニコニコ、公式生放送からギルドメンバー限定のチャンネルに、チャンネル放送に移行します。自動でジャンプするそうです。そして後半はギルドの皆さんと一緒に乱れた世の中に物申す一騎団結というゲームを、プレイします。一緒に一騎を起こしてくれる方は、ゲームを起動してお待ちください。ギルドの上納金は月額550円。上納金やってんねやってんね気になった方はこの機会にぜひギルドに入ってください、私とマリエッティとの1対1のバトルも行うので最後まで見届けてください。はい、一騎団結、うん、今ちょっとねめちゃめちゃ安くで販売されてるので、はい、この機会にちょっとねやってみてほしいなって思いますので、ねよろしくお願いします、うん。後半の開始時刻は運営コメントご確認ください。それじゃあ休憩の後にせーの、うん、集合。